シーズン3来ちゃー。テンション高いなおい。新シーズンの到来ですもんね。シーズン3、略してシズスリですよ。もっとちゃんとした略し方ないの？ちょっと言いにくいですよね。絶対にシズスリは譲れません。そんなにシズスリが魅力的なの？妹のシズリン的なね。それとはまたちょっと違うだろ。今回はマップが半分以上変わりましたね。ですね。まだマッチへ行ってないけど楽しいです。雰囲気だけで楽しめるやつだ。匂いだけで白飯が食える的なね。だからちょっとニュアンスが違うんだよな。ってことで鮮度が抜群ですね。フォトナは生き物か。生き物ですよ。私の知らないフォトナがここに。チャンネル登録高評価をお願いします。あんたどっからそんな装備持ってきたの？鮮度が抜群なので新ロケーションへ来てみました。戦の始まりですね。パリピの戦場ですねここ。確かに音楽がガンガン鳴ってるけど、っていうかあまり戦って言わないぜ。これどこに降りたらいいかわかりませんよ奥さん。奥さん要素どこだよ。とりあえず何もない場所へ降りちゃいました。私っておっちょこちょい。霊夢さんかわいい。こいつにおっちょこちょい要素は豚に真珠だろ。武器が何もないのでただただ走り回ってます。新ロケーションの初動はいつもこんな感じだよな。っていうか新シーズンでこんなに生き残ってる霊夢さんすごい。そんなに珍しい。っていうか微妙にバカにしてるな。ってわけで果敢にもパリピの戦場の中心地へ。何やら映しちゃいけない殺戮兵器みたいなものがありますな。あれで霊夢を細切れにしたい。日頃から私へのストレスを発散させようとしてるな。そうはトンヤが下ろさないぞと見せかけて自分から祭壇機へ飛び込むぞー。生身で入ったらめっちゃ痛そう。ガリガリ車が削られてますね。これが俗に言うガリガリ君ですかね。最近暑くなってきましたしね。暑くなってきたからそんな癖の強い実況になってるの？やばい、そろそろ車が爆発しそう。わーでも生身で入っちゃうのが私のいいところ。で敵さん発見。持つべきものは最強の勇気。はい、今シーズン初キルいただきました。ご足労いただきました。なんでそんなにかしこまる。相変わらゲートキーパーは最強と名高いショットガンですね。気持ちいいです。それは暴力が気持ちいいってことでいい？その質問にイエスと答えたらチャンネルが消されそう。イエスです。っていうかニトロキストっていう新武器をゲットしたんだけど、なんかめっちゃ機動力が高そうな武器だなそれ。天空に向かってパンチを決めてます。かっこいいです。早速敵さんもいるので性能を確かめてみましょう。これめっちゃ強くね。カウンターはもらったものの圧倒的なパンチで敵を沈めたな。ただこのチャンネルの場合、このパンチに固執しすぎて敵さんにボコされる未来が見えます。偏見の明があるってことですね。私は未来が見える系ゆっくり実況者だったってことでぶっ飛びます。全然敵さんにバレてないんだけどラッキー。やっぱり影が薄いじゃん。影は薄くないから車に乗った敵さんがいたので殴りに行ってます。今回車が強いらしいので気をつけてください。だがニトロキスともなかなか強い。弱くはないですよね。なんだよその言い方。まるで強くもないみたいに。強いですよ。もういい。私この試合ずっとニトロキスとも持っておくから意固地になるのやめろ。しかもこの敵さんぬかコーラなるものを持ってた。現実でもコーラをたらふく飲んでゲームの中でもコーラを飲む。こりゃ太っちゃいますな。現実とゲームの区別がつかないやべえやつじゃん。そしてさらに新武器ブームボルトも落ちてますね。敵さんいるので試しに撃ってみましょう。思いっきり外してるぞ。こりゃやばい。ニトロキストに切り替えますわ。建築破壊へのダメージがかなり高いですね。チャプター4にあったロケットラムに似てるな。てかこれめっちゃ建築に入り込める。これはメタ戦法が開発されそう。そんな悠長に分析してるからシールド割られてるぞ。私はこの拳で破壊の限りを尽くす。それでこそフォートナイトですね。本当にこれフォートナイトか。そういう意見もかなり出てくるでしょう。だがこれでこそフォートナイトだ。霊夢が悪いから拳に頼らざるを得ない。そう思ってるんだろ。そんなことないだわさ。思いっきり動揺してますね。会話破壊パーンチ。ニトロフスとそんなことに使おうとすな。マリサが話しかけるから負けちゃったじゃないのさ。人のせいにするなよ。ニトロフスとでぶん殴るぞ。ということでサンマリノ共和国の皆さんこんにゃじ。サンマリノ共和国民だけ特別扱いすな。霊夢さんまたニトロキストを拾ってるじゃないですか。さっきパンチに固執しすぎた結果負けただろうが。いやでも冷静に考えればなかなか強いかなって。建築入り込みとか強いみたいだし、もっといっぱい練習しなきゃだな。私には車があるから大丈夫だもん。車信者になっちゃってるじゃん。でも実際今シーズンってニトロキストと車ではどちらが人気なのでしょうか。走行の体力がある分車の方が人気ありそう。走行なだけにやかましいわ。車とは急に現れるものなのです。なんか悟りを開いてない。疲れてですした敵さんかわいそう。車でアイテムボックスにぶち当たれば勝手にカスタマイズしてくれるみたいですね。なんかマリオカートみたい。こっちに向かってブームボルトを撃ってくる敵さんいるぞ。うわほんとじゃん。こいつも引いていきたいね。車の暴力ってすげー。後部座席に乗ってタレットを撃つのもいいみたいですよ。そんなのもっと早く言ってくれる。絶賛後ろから撃たれているので怖いんですわ。あれからずっと車に乗ってます。車の体力もサボテンで回復するんですね。今までは車の体力ってすぐに減ってたんだけど、結構その体力も増えてるし、これならずっと車に乗ってても。いややっぱそれは無理だな。ずっと一人で何喋ってんの。あそこで鉄を買ってる敵さんを道連れじゃい。ナイス踏みつけ。でもここから小回りが効かないのが私の運命。今回の戦闘中ずっと悟りを開きっぱなしじゃねえか。人はみんな平等に訪れる。怖い話やめろ。車さん頑張って。運転するのは私だけど。でもこの試合ずっと運転してて取れ高ないから頑張らないと。裏の話はやめろ。てかそう思うんなら車から降りて戦えよ。アタッチメントつけた車が乗りやすくて降りたくないんだよね。じゃあ敵さんをたくさん引いて取れ高を得ましょう。動画のことばっか気にしてゲームするのやめてくれない。てかついに車も主役になれる時が来たんですね。車に酔いやすい人は酔っちゃいそうな気もしますね。どうでしょうか視聴者さん。急に語りかけるな。これぞ視聴者参加型。配信しないからってこんなところで参加型なんかすな。でもチャンネル登録者が3万人になったら配信するって言ってたのは一体。幻聴です。もう動画にもなってるけど幻想です。
さっきから車を乗り回してたら、後部座席に敵さんが乗ってました。しかもタレットを操作してくれてます。チーミングじゃねえか。まあこのチャンネルは再生数が低いのでそんなことお構いなし。よくはねえだろ。最悪ヤバそうだったらだんまりを決め込めば大丈夫です。最低な政治家みたいですね。うるせえ、うわぁ、チーミングたまんねえ。それにしてもよく敵さんも戦ってくれるよな。まあ後部座席は外から狙われる可能性も低いですからね。でもチーミングですよね。それの何が悪い、急に切れんなよ。勢いでごまかせるかなって。霊夢さんの悪い癖ですよ。うるせえ、そういうとこそういうとこ。ストームがヤバそうだったので急いでアンチへ来ました。相変わらず敵さんは後部座席に乗ってますね。さっき一回横転して外へ放り出されたのに何もせず後部座席に乗ってくれました。敵さんとの間に絆が生まれてんじゃねえか。やっぱり今シーズンは車が強いですね。これ生身のプレイヤーがかわいそう。車に乗らない人が悪いんです。マジでフォートナイトかこれ。オラオラタレットを食らいやがれ。タレットを売ってるのは敵さんだけどな。痛いな、なんだお前。普通に事故ですよねこれ。霊夢も大概だけどな。車が限界を迎え爆発するのでここで仲間の敵さんとはおさらばだ。まあいつまでもチーミングするわけにはいかねえからな。やだやだ、こっちに来ないで。また車に乗ってんじゃねえかよ。この車のクラクションに EMP 機能がついてたのでね。人間に対してかなり牙を向いたバトルバスですね。お願いニトロクスト、私にはお前しかいないんだ。ずっと車に乗ってたから物資が貧弱じゃねえかよ。そんなの関係ない、私はこの拳で敵さんを倒してみせる。シールド破壊、ナイス拳ですレイムさん。だが敵さんは石建築で身を囲む気だぞ。だからそんなの無関係。こいつで入り込み、こいつでぶん殴る。どうですか私のプレイ。倒せた瞬間に調子乗った態度になるなよ。ニトロクスト最強。ニトロクストでゴリ押してキルするの最高。お前が倒されてんじゃねえか。車で敵さん引いてキルするの最高。これ車の起用案件じゃないですよね。そんな案件この弱小チャンネルに来るわけねえだろうが。こちとらチーミングチャンネルだぞ。チーミングを名乗るな。なんか今シーズンの画面がごちゃごちゃしてますね。車が走り回ったりしてるからね。遊んでたら車を乗っ取られました。乗っ取りの機能はまだ開発されてないはずだろう。車を奪い返すために私はこの拳で戦います。またニトロクスとかよ。ニトロクスとの案件動画ですか。ちげえよ、そもそもニトロクスとに起用なんかあるわけねえだろ。この敵さん降りて戦わないってことは物資が貧弱と見た。一瞬降りたけどまたすぐに車に乗ったな。私のニトロクストに溺れるがよい。それ決め台詞のつもりですか。あ、終わった。お前のニトロクストに溺れたか。私のニトロクストに溺れてましたね。ぷぷ、私にはタクアサでとどめを刺したように見えたけどな。笑てんなよ。さあというわけで車についての本題ですが。本題ですか。このスパナマークのボックスを獲得すると車が新品になるのがずるすぎる。おまけにスラープのサボテンくん。プレイヤーの体力シールドだけでなく車の体力まで回復するのもずるい。これで敵を引き殺したい放題。怖い言葉使いやめろ。やっぱり今シーズンを遊んでる全員が思うことなんですよね。まあでも引き殺したくなりますね。このシーンだけ切り抜いてネットでばらまくぞ。絶対にやめてください。今回の戦法としては車に乗って人を引き去りにトロフストで敵を殴る。これが最強だと私は思うんだ。まあ車にはスポットが当たってるし、何より新武器のニトロフストの動きが楽しいよな。おまけにニトロ状態で敵さんを倒せるみたいですしね。どういうこと。ニトロダッシュには攻撃力が付与されてるんです。それで突っ込むと敵さんの体力が減るんですよ。建築も壊せるみたいだね。じゃあそこのシーンを動画にしろよ。動画を編集してる時に知ったので無理ですね。なんだこいつ実況者やめちまえよ。まあ今回は人を引きまくってますからね。じゃあいいかってならねえよ。あ、敵さん同士が建築バトルをしてる。少しは焦れよ。今から人を引けると思うと続々が止まらなくて。サイコパスキャラやめろ。覚悟はいいか敵さんたち。敵さんは真面目に建築バトルをしてるのに。私も真剣だからあんまり舐めないでもらいたいわね。敵さんに謝ってください。だから私だって真剣なんだってば。おいおい、そんなところでこもっていていいのかい。私が引き殺しちゃうぞ。だからサイコパスキャラやめろ。っていうかスポーツカー以外の車でもダッシュできるのがいいね。おっと、この敵さんは車に対して強い人だな。そんなのあるんですか。ってことはここからはニトロクスト君の出番。切り上げアッパーでダメージ与えられたな。シールドも破壊できましたよ。おっしゃ、ここからはこれでゴリ押すだけだ。いやっほー。敵さんめっちゃ大パンしてそう。待って、また敵さん来た。対空中にショットガン撃つのやめて。普通の戦法だろ。やばい、これ負ける。はい、お疲れさん。車に乗ればよかった。結局車が最強ってことですね。ということで今回はここまで。また次回お会いしましょう。バイバイ。